犬井昭介の墓、犬井昭介は、江戸時代前期の土佐藩上司。六高は五百国。板垣支流犬井氏の第三代。通称は、与え兵衛。家紋は、茅野のうち十文字。土佐藩上司、犬井正幸の着男として、高知城下に生まれる。母は、毛利二郎衛門の娘。土佐藩主、山内忠義の時代に、父正幸が、老年に及び、 かつ眼病を患ったため、父を補佐することがしばしばあり、願い出て、父の健在なうちに家督を無双に下し置かれ、相続した。1650年1月20日、父正幸が即居。1657年3月14日、土佐藩主、山内忠義の時代、伊予松山藩主、松平貞幸への使者を仰せつけられて出発し、役目を果たして3月8日土佐に帰藩した。 1660年1月28日、慶安の変で、権威をかけられ、約10年間、江戸に泊まっていた紀伊和歌山藩の藩祖、徳川頼信が、お国へ、国入りする際に、山内忠豊代代から使者を仰せつけられ、役目を果たし1月28日に、土佐に帰藩した。1663年、柄源お刺し物役を仰せつけられる。 1668年6月、お湯道を仰せつけられ、約600国を下し置かれた。1671年12月と左藩主、山内豊ヨマサの時代、お湯道から鉄砲足軽地に格上げされ、都合500国を収めた。1672年7月6日江戸で病死した。葬儀は、芝の総当州清少寺で行われ、墓は、 土佐国とさこくとさぐにあざみの村板いたかきやまに建てられた。いぬいのかもん、ありがとうございます。